猫ちゃんの愛です。今日我が家にやってまいりました。遊ぶのが大好きです。いつまでとっても飽きません、ね、ちょっと怒ってます。でも翔くんに対してちゃんと遊ぼうっていうあのね、まあ、プレイデッドって言うんだけどね、ああいう仕草したから、もう安心、本当に。もう我が家の猫になったよ。こんなに早くなる。まだでもチーしてない。早くトイレ使ってくれないと。さっきうろうろしてたからトイレ行かせたんだけど、ずっと押さなくていいじゃない。いや、そのうちね、自然に行くから。同じ砂だもんね。かなり興奮してます。猫のアイちゃんです。どうしよう、一回転。こう見えてもメスです、猫ですとは言わないからね。猫です。はい、あ、痛そう。よく見ると右手の方が長い、後ろもね、かかとにね、ほら柄があるんですよ。本当だ。ちょっと変わった靴下。おーっと、すごい、またたび食べてみたいなってます。取られた。あ、取っちゃったね。上手だね。取れたよ。あっあー、もう好き好き大好き。別に振らなくてもいいんじゃない、置いといてもいいんじゃない、置いといても。いや、振った方が。いや、ほら、平気。誰も持ってなくても平気。だから、どっちがいいの？そっちがいいの？ふわふわ。やっぱりふわふわの方が好きでしょ。じゃあ、それならばふわふわボールはどうかしら。ダメ、これの方が好き。ふわふわボール。取られる相手がいないから思いっきり、さっきはね、あの男の子の方におもちゃ取られちゃってさ、後ろで見てたよね。つまんなかった、うん、あ、なんかいろいろついてる。下のコロコロでここ掃除するのよ、うん、で、さっき渡したコロコロは洋服用だよ。分かった。翔子の洋服用で、漢字の愛なの？そうだよ。あ、どの愛だと思ってたの？ひらがなかカタカナだと思った。でも、ええ愛でもいいよ。なんか書いちゃう。俺、漢字の愛で、あの、ね、猫汁書いちゃった。猫汁。あ、そう。毛虫。超興奮してるから毛が逆なってますよ、ちょっと怒ってる。怒ってんじゃないけど、でもこれやっぱ大好き大好き、大好き大好きなの、おー、いや、いきなり俺が部屋入ってさ、もうこれ、ぐるっとやって遊ぼうっていう格好したから、はい、レベル5。おっとさ、はい、レベル5取れるか。すげえ、レベル5ができたと。上の方、ジャンプさせると、見えない、見えないほら、そう、そうやって上の方を時々ジャンプさせて後ろ足鍛えないと、おー、そうそう、後ろ足、せーの、じゃん、宙に浮いてるものに興味がないぞ。顔の前まで来るとね。なるほど。ふやん。ちょっとすごいことになってる。すごいすごい、すごいよ。あ、ね、これが4匹いたのかと思って大変だったろうね。4匹でおもちゃ奪い合いだもん。今日買った猫じゃらしがボロボロです。こんなになってます。マジですか。もう一本あるから大丈夫。まあそれ、まあそういうのはやっぱり消耗品だね。
穴開けさせるのよ。あ、そっちには興味がないと。ないね、やっぱりそっちの方がいいんだね。ふわふわがいいんだ。バシバシバシ。ふるさとのおもちゃとどっちがいい？あ、なんでもこっちだ、すごい。キロンキロン。とっても元気な愛ちゃんでした。愛ちゃん元気。ていていてい。捕まる芋虫。飽きないの？すっごい、全然飽きない、うん、これでね、夜ぐっすり寝させるんだよ。さっき3時間も寝たんだけどね。そのうちね、慣れてきたらね、翔子を起こすからね50ぐらい起こされる、うん、もみもみ攻撃でね、起こすからね。おい、爪研ぎするならここでやってね。ああ、捕まった。爪研いでみなよ。うん、そのうち勝手に出るよ。やっぱりね、それ段ボールの破片だよね、よく見ると。ちゃんと売ってた。そうなんだ。また飛びつきでちゃんと売ってた。あ、やらない、そこ開いちゃダメ。私もまたマフラー、うん、もうどうしましょう、手放さないですよ。うん、しばらくほっとくしかないかもよ。もうね、折れてきました。そうか、脈アレルギー出ない？全然出ない。よかったね。うん、ねえ、こっちコロコロってやっても全然ダメでした。今それがあるからもうこっちの方が全然いい、ね、愛ちゃん、ああ、そっちにも行ったけどそっちがいい。忙しいこの子の職業ですいやいや、何やってんのかな、君。何やってんの、何ぐらい寝たの忙しいあ、どうしたらいいの、おもちゃいろいろやってんの、どっちと遊べばいいのお、終わったかと思ったらまたやるとよ。すごい痛そうなんだけどこれ、うん、でもこうすることによってあれなんだよね、体ができてくんだよね、やっぱりね。やばい、カミカミです。ちょっとこれはもう